おはようございます。スマイルホーム正直見とねの鈴木です。本日はこのようなあいにくの天気ですが、お客様より給湯器が壊れたので雨でもやってほしいというふうに言われました。雨でも私たちはしっかりとした施工を責任を持ってやってきますので、行ってきます。いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。ただいま。おかえりー。本日はですね、ひたちなか市にある長蘭というお店で給湯器交換をしてきました。とですね、その給湯器は石油の給湯専用タイプの据え置き型の給湯器を交換してきました。お客様がですね、給湯器の方がエラー番号が出ちゃってるということで、早急に給湯器やってほしいということだったんですが、うちの方で早めに注文しといて、早めに工事ができたのでよかったと思います。長蘭はですね、私とか笹山がたまに、ご飯を食べに行くんですよね。はい、美味しいです。特に餃子が美味しいんですよ。はい、僕は今日帰りに70個買っちゃいました。冷凍の餃子70個お土産で買っちゃいました。私たちはですね、そういうような、普段、ご飯を食べたりする、ところから仕事のお依頼をいただくこともすごく あります。すごくありがたいです。私たちはこれからも、いろんなところで営業させてもらい、いろんな給湯器、いろんな工場をしていきますので、これからもスマイルホーム正直見立てをよろしくお願いします。お願いします。ではまたね。バイバイ。バイバイ。